グデメイト、ゆうぞうチャンネル、田代ゆうぞうです。今日はシドニーのサリーヒルズという場所に来ました。行きましょう。向かった先はシドニーのど真ん中に位置するおしゃれな街サリーヒルズ。今日ご紹介するのはこのサリーヒルズでひときわにぎわっているコーヒーバー、アーティフィサースペシャリティコーヒーバー&ロースタリー。オーストラリアといえばコアラ？違う違う。カンガルー？ノンノンノン。カフェ？そう、コーヒーです。ということで今日はとっておきのカフェ、そして日本人バリスタさんをご紹介したいと思います。はい、着きました。アーティフィサーコーヒーです。ここ朝めっちゃ並んでます。昼が穴場ということで昼に来たんですけど、それでもやっぱ人います。で、今やっぱコロナウイルスの影響で中座れなくなってるんですけど、ちょっと撮影は OK ということで来ましたね。じゃあ入ってみましょう。はい、じゃあ入ります。こんにちは。はい、アーティフィサーに到着しました。庄司さんです。ダンさん、ダンさんです。共同オーナーをされていることでダンさんです。このアーティフィサーはシドニーモーニングヘラルドが発行するガイドブック、グッドカフェガイド2012において日本人初シドニーのベストバリスタを受賞した笹庄司さん、そして2013年にベストバリスタを受賞したダンイーさんのお店です。で、今日ちょっとコーヒーを、はい、僕ちょっと素人なんで、はい、はい、おすすめのやつを、初めての場合はなんかおすすめは飲み慣れてる飲み方をおすすめしますね。フラットホワイト、ラテっていうミルクコーヒーからじゃあ、ブチャンバブラック、あとフィルターコーヒーもお出ししてますんで、はい、いつもは多分ラテとかもらってると思うんですけど、でラテがいい。そしたらラテで、まあ、うちがどういう風にやるかっていうのを書いてもらうのが一番いいですね。じゃあラテを。大丈夫、企業秘密みたいなのないから大丈夫です。取って何もない。これ庄司さんとこのコーヒー、これサタデーサーフとかでもおろしてるんですよ。日本で言ったらすごい多分みんな好きだと思うんですけど。あ、そうなんだ。オーストラリアのボンダイですか。ボンダイにサタデーズ、まあ、お店今ボンダイやって、うん、うちがおろしをさせていただいてます。一番うちの一番最初のおろし先がサタデーズ。すごい、一番最初がすごい。すごい。いいよ。なんで今僕もサタデーズの洋服で着させていただいてます。今あの、まあ、コロナの影響で全部タイクワイカップになってしまってるんですけど、おしゃれや。しかもほらシートがね、ほらこういう風にやっぱ座れないようになってるんで、どこもお店の中にあんまり入りすぎたらダメなんですよね。今日はちょっと距離取って撮影してます。ソーシャルディスタンス。いや、美味しそう。アイスも美味しいですね。アイスコーヒー、うん、アイスのブラックですね。はい、これ僕らなんですかね。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。はい、見えるかな。綺麗な音っぽいね。こっちの方が綺麗かもしれない。こっちの方が綺麗かもしれない。どっちも綺麗だけど。もうね、しばらくやってないのできない。綺麗ですけど。十分綺麗ですけど。いただきます。あの、ね、ちょっと言うか。コーヒーわからんけど美味しい。美味しい。
え、コーヒー好きなんですよ。好きだけど、やっぱりこれはこうだなって言えない。苦味がない。うん、苦味ない。うん、苦味はもう焙煎化しちゃうんで、うん、その焙煎もこだわってやってるから、うん、苦味なくできる。苦味はだけど、苦味は出さなくてもコーヒーをちゃんとした味が美味しく出せるはずなんで、うん、まあ、苦味が出ちゃうのはちょっとそれなりな理由が、あるんじゃないですかね。庄司さんがオーストラリアに来たのは2002年日韓ワールドカップイヤー。くー、実はサッカーが大好きな庄司さん、当時はサッカー選手の代理人になりたいと思い、英語を勉強するためにワーキングホリデーとしてオーストラリアに来たそうです。そんな中、アルバイトをしていたボンダイビーチのカフェで自分の作ったコーヒーを嬉しそうに飲むお客さんの姿を見て、庄司さんも嬉しくなりコーヒー作りに目覚めたそうです。その後ベストバリスタにも選ばれ、2014年にはビジネスパートナーであるダンさんとこのアーティフィサースペシャリティコーヒーバー&ロースタリーをオープンしたそうです。シドニーはカフェの激戦区、かなりの競争率です。そんな中、お店のメニューはコーヒーだけ、それ以外の飲み物やケーキ、サンドイッチなどの軽食は一切ありません。オーストラリアにあるたくさんのカフェとの差別化を狙ったそうです。最初は不安もあったそうですが、ブランディングは大成功となっています。とにかく美味しいコーヒー、ぜひ日本の皆様にも飲んでほしいコーヒーです。こっち来てワーホリの子とかサッカーの子でもそうなんですけど、コーヒー好きになってカフェで働きたいっていう人結構いるんですけど、庄司さんみたいに頑張れば、もう頑張ったって全然チャンスはオープンだと思いますね、やっぱみんな間違いなく。もうそのチャンスをどうつかめるか、あとはもうそのチャンスをつかめそうな時にちゃんとつかめるかじゃないですかね。それもバリスタに限らず、それに対してもう敏感になっておくべきだ。外国人で外国にいるわけですから、うん、よりちょっと外国人っぽくやんないと、だと思う。もう遠慮してるとそういうチャンスを逃しちゃうので、もう外国だし別にもういざそこにちょっと自分の中では行き過ぎかなって思ったとしても、その人とはその次の日に会うかも分からないので遠慮することは無理じゃない。まあ、ちゃんとあれはありますけどね、節度は。いや、もう最初、庄司さんだったらちょっと見た目も怖い。大丈夫かなと思ったけど、すごいいい人。どんだけ喋んなくてブスッとしてるやつが毎回言われます。怖いなと思って。なんかもし日本からおられた時は話しかけて OK みたいな、ぜひ OK もらいました。すごい教えてくれるんで、お待ちしております。本当ありがとうございました。ありがとうございます。あとちょっとコーヒー、僕ちょっと家で。やっちゃいます。じゃあちょっと立って、お土産までいただいちゃいましたけど。じゃあちょっとありがとうございました、本当。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた。それでは今日はありがとうございました。ぜひシドニーのサリーヒューズに来た際はアーティフィサルコーヒーに来てください。それでは See you soon!